指示やからな。緊張感があると思いました。いや無理やね、まだまだ。どこですか？この上がスタートで新日本企画っていうのが始まって、ここからなんですか？ここから始まった。ここの時はまだ15名おるかおらんかったかな。こっからじゃあスタートしたわけですね。そうそう、ここから新日本がスタートして、2001年10月29日、数多くの独創性あふれるゲームソフトを世に送り出してきた老舗メーカー SNK が破産宣告を受け業務を終了した。1978年新日本企画として誕生し、数々の名作ゲームを世に創出。ネオジオという独特の世界観を持つハードを生み出し、数多くのゲーマーたちを現在までも熱狂させ続けている。 SNK、 確かにその輝かしい歴史は幕を閉じたのかもしれない。しかし伝説とも呼べるほどのカリスマ性に満ちたこのメーカーは本当に終わってしまったのだろうか。皆さんこんにちは、千葉玲です。大阪といえば私が生まれて育った町でもあるんですが、私にとって思い出深くて、そして、大切な町でもあります。というのは SNK がなんとここからスタートした場所なんですね。千葉玲子28歳、現在はマルチメディアを中心にデザインプロデュースを行うチェリーベイブ代表取締役。元祖アイドルゲーマーとして SNK のイベントや CM にも数多く携わってきた。まあ、ある会社から、ブロックゲームですね、その当時入ってたそれの話がありまして、まあ、それで、スタートしたというのが、まあ、新日本企画っていうののスタートやからね。その当時で30半ばぐらいのね、ほとんど前職は何かわからないっていうような、まあ今みたいにゲーム業界のなかったからね、ゲーム業界を目指して勉強するっていうような時代じゃなかったんで、まあいろんな転職組ばっかりが寄せ集まったっていう、そういう組織でしたね。 7,8 人の本当の、まあ、仲間的に始まって、まあ、僕が入った頃にはもう15名ぐらいの、まあ、会社としての新日本企画っていうカラーのところに入ったからね。まあ、当初僕は、まあ、新日本企画の顧客であったのね。でその当時僕はあのジュークボックスとかそういうもののメンテナンスをしてて、で大体そういう業種からゲーム業界に入るのが多かったんでね、でその時に仕入れに行ってたっていうのが新入客ですね。でその時に声かけていただいて、で、まあ、入社したという。果たしてこれが、まあ、今みたいに一つの産業として成り立つんかっていうのももう全く見えない時代でしたからね。そうですね、ブロックゲームをまあ、ずっとやってて、その後インベーダーゲームを見た時は衝撃というより、そのスピードに対してねついていけるかなっていうのがあったんですけどね。スピードっていうと今からすればあれは遅いゲームなんですけども、やっぱり上からそのミサイルが落ちてくるとかそういうのに対してのああいうのなかったですからね、それまでは。ゲームの処理速度ってことですか？そうですね、ブロック自身はそのボールを打ち返すだけでしたけど、初めて攻撃されるとかそういうのがビデオゲームではね難しいっていうか、入り込めるんかなって言った時に、ちょうどサラリーマン層のまあプレイヤーがついてきたんでね、あの当時のブームにつながったとは思うんですけどね。やはりマーケットの広さっていうのが見えてきたんで、まあ、それに対して、どう供給していくか、オペレーションの拡大
オペレーションというのはその当時なかったんでね、今でいうそのゲームセンターとかそういうのがもうない時代でしたんで、まあ、そういうのを一つの店舗として名前をつけてやっていくっていうのが一つの方向と、あとやっぱり開発していこうというオリジナルを作っていくっていうのはありましたね、その通りで。そうね、オリジナルで言うとオズマウォーズっていう機械ですかね。オズマウォーズっていうのはそのインベーダー基板を使った、まあ、インベーダーのハードを利用した、まあ、ソフトなんですけどね。新日本企画とすればやっぱりサスケ VS コマンダーですか、まあ、僕が一番思い出に残ってるのはね、まあ、タイトーとかセガとかその当時も名前は出てましたんでね、やっぱり一日も早く世間認知される会社になっていこうっていう目標はありましたね。私がまだ高校生だった頃 SNK のゲームといえばよくこんなところでプレイしてました。そうそう、こんな場所だった、懐かしい。私は、画廊伝説、龍虎の剣、サムライスピリッツ、まあハマってたんですけども、サムスピはナコルルを使っていました。でも、新日本企画時代に作られたゲームと今の SNK のゲームっていうのはかけ離れたイメージがあるんですね。なんだかこうやって20年前のゲームを目の前にすると感慨深いものがあります。今私たちがいろいろやっているゲームっていうのは、まあ、昔のゲームが若者たちを熱狂させてで輝いていたからだと思うんですね。まさに伝説には始まりがある、ちょっと昔のゲームもやってみたくなりましたね。そして1986年、新日本企画は社名を SNK と変更します。社名変更してこれは、東三国っていうところですね。そこで自社ビルで、それを機に SNK っていう社名になったんで。当時は社員だな。その当時で、まあ、100名ぐらいじゃないですかね、まだ。まあ簡単なんですけどね、海外に、その当時も海外にも進出したんで、やっぱり新日本企画とは呼べませんからね、向こうでは。で、頭取って SNK と。いう形で海外販売してたんで、それをもうそうだったらもうついでにその名前で一つの会社名でやっちゃおうという形の流れですね。そうですね、ちょうど日本の中でそのアーケードっていう市場ができた時で、まあ、今まで SC っていうロケーションに対しては乗り物とかそういうものがメインだったもの、そこにそういうアーケードの機械が入っ
ていって、まあ、徐々に認知されてきたっていう時代でしたね。 SNK でいうと、ジョイフルロードですか、まあ、あんまり知られてないとは思うんですけどね。それが第一弾ですね。まあ、育ててくれたというのと、まあ、ゲーム業界に少なからずとも、まあ、一つ風を吹かした会社かなというところですね。東京に出てきて、まあ、アイドルをやるのに、でそのゲームセンターにずっとこう通ってたのね。でその当時のボーイフレンドも、まあ、ゲームが大好き でその中で多分他にも SNK のゲームっていうのやったことあったかもしれないんだけど、画廊伝説と出会って、それでそのボーイフレンドに負けないように必死に女の子ながらに勉強したのを覚えてます。秋葉原で、まあ、当時、各電気メーカーとか電気ショップが、ゲーム大会なんかをイベントでやってて、でその時に初めて、呼ばれて、これはゲームがすごく上手な SNK のゲームがすごい上手な子がいるっていうの でそれで呼ばれていって、ユーザーと、実際 の一般の人と戦ったのがきっかけです。すごかったですね。やっぱり他のゲームメーカー主催のイベントなんかも行ったけども、 SNK のゲームのファン層っていうのはもう全然人種が違う。どっちかっていうともう本当に SNK 一本っていう感じで一筋っていう子たちが多くて、もうそれこそあの当時コスプレとかまだ流行る前だったんだけども、その例えば知らぬ今井ちゃんとか、そういう画廊伝説に出てくるようなね、格好してテリーとかアンディとかそういうコスプレをしてもゲーム会場に、そのゲームのイベントの会場に乗り込んできてたんで、気合がちょっと違う。やっぱりそのクローズドな特殊な世界だけど、すごくこうなんていうの、濃い世界っていう、だからまさに大阪人と同じような感じで、そのちょっと東京だとカッコつけたりすごくクールさだったり、すごくこうなんていうのかな、自分をよく見せようとかいうところが出てくると思うんだけど、 SNK 大阪江坂ネオジオとか画廊とかサムスピっていうのはもうそのまんまストレートな、なんていうのかな、コンテンツとストレートなもので直球勝負みたいな感じっていうところが好きだったのと、あとはその私2D のやっぱりゲームの方がやっぱり自分が育った世代っていうのもあって、ドット絵でみたいな方が好きっていうのもあって、CG でね、ポリゴンでぐちゃ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 動いてるキャラはあんまり感情移入できないんですよね。一番好きなのはやっぱりサムライスピリッツかな。ナコルルっていう女の子がいて、まあ彼女北海道の出身でみたいな、でそれが出た時にタカをねここに横に乗せてて飛ばすんですよね。でちょうどその時イラストレーターさんが描いた絵がすごくこう可愛い女の子 で私はもうあればっかり使って、ママ母だっけ、タカを飛ばしてました、ナコルル使いで。でイベントなんかもナコルルの格好で行くことが多かったですね。だからそのまあ、経営とかそっちの面っていうのは置いといたとしても、精神的な話でやっぱりそのなんていうのかな、もうちょっと続いてほしかったなっていうのは正直あって、っていうのはますますなんかこれから SNK のゲームね、どういうコンテンツが出てくるかとか楽しみだったし、サムスピとか新サムスピとか画廊3とかスペシャルとかそうなってきた後の 2D 格闘芸をもっともっと見たかったっていうのがあって、やっぱり寂しかったですね。最初はだからすごくそのニュースを聞いた時にショッキングでしたね。でもやっぱりまだ SNK がなくなったっていうことは、実感が湧かないです。寂しい感じがします。でもまあメーカー SNK っていうものはなくなってしまっても
そこで作っていたクリエイターの方とか、あと経営をしていた方々とか、そういう形でやっぱり魂っていうのは引き継がれていくんじゃないかと、そういうふうに思っています。まあ SNK なくなっちゃったけども、これからきっと何か驚くこととか、ユーザーの私たち、そしてファンの私たちに、素敵な何かプレゼントを持ってきてくれるかもしれません。それまで楽しみです。輝かしい伝説のプロローグ、新日本企画。ゲーム創世期の時代に暗中模索で試行錯誤したフロンティアスピリッツには、新しいものを生むという熱い思いがあった。そして時代は SNK へと移り変わり、あの画期的なシステムネオジオの誕生へと。新たなる大地という名を持つネオジオこそが SNK 伝説そのものであることは言うまでもない。